登録者数224万人の人気3人組 YouTuber、チャンネルガードマンが、自身のサブチャンネルで炎上動画について釈明する動画を投稿した写真。4月には、日本一周企画で車が大破したチャンネルガードマン。メインチャンネルで、20日に家の2階から生卵100個落としてみた、ドッキリ、という動画を配信。冒頭で、落とした生卵はしっかり捨てます。冗談です。サブちゃんで料理します。と話していたが、全部食ったから粗末にしてない。で、感覚がさっぱりわかんない。最後に食べるから何しても良いって考えが無理、と批判的な声が多く寄せられた。これについてサブチャンネルでは、今炎上している件についてというタイトルで動画を更新、集めました。ちゃんと全部、さすがに命なので、と言い、お椀に集められた卵液を、3人で全て飲み干した。最後に、これだけは言っていいですか。ガードマンは食います。物を粗末にしません。全部食います。多分その辺のテレビ局や YouTuber は捨てていますが僕らは全部食べます。俺は食います。逃げないです。そういう処理せえへんやつとか嫌いです。ときっぱり主張していた。